6月23日、兵庫県は伊丹市で私は生まれました。陽子って名前は太陽のように明るく育つようにって父がつけてくれたんです。小さい頃の私はひ弱で笑わない子だったとか、習い事はピアノとバレエ、そう、初恋も幼稚園の時だったんです。そんな私も小学生になると活発でいつもわーわー騒いでいる子になりました。体育の時間だけは別でしたけれども、中学生からは花の女子高生活が始まりまして、この頃はちょっと太っちゃったり、電車の中で会った人に片思いしちゃったり、いろんな思い出があります。たくさんのお友達ができた高校時代、おせっかいの私はいつも愛のキューピッド役ばかり。そしていつしか芸能界に憧れていた私は、一枚の写真をきっかけに上京することになったのでした。もちろん両親は大反対、でもお友達は、何のが決めたんやから精一杯頑張りやなんて言ってくれたりして、高校2年の2学期から東京暮らしが始まったわけです。私が初めて皆さんにお会いしたのは写真でしたね。あれからもう何枚の写真を撮ったんでしょうか。写真を撮られている時の私は本当恥ずかしいんです。そしてそれを見られるのってもっと
恥ずかしいんです。目が覚めるとすぐあなたに会いたくなる。離れてても遠くからね思っている。そらさないでそらさないで見つめるのよ。でも嬉しいんです。はい、というわけで南野陽子85年6月23日にデビュー、以下現在に至ります。本社が憎い。陽山高校3年 B 組浅見朝日、またの名をスケバンデカ。女優、この言葉素敵だと思います。今までスケバンデカとか、時には一緒に、そして今やってるアリエスの乙女たちとか、いろんな役をやってたんですけど、演じるって本当に難しいんです。なかなかその役になりきることができなくて、何の自身の思いがムクムク出てきて恥ずかしかったりとかね。だけどそういうことを乗り越えて、早く女優さんって呼ばれるように頑張ろうと、いろんな人になって、その中の素敵な部分を南野陽子の中に取り入れていくもんね。はい。そう、父を愛するあまり、父を裏切った母を憎み、死に追いやった王女エレクトラから取ったのよ。あの人、テレビディレクターの佃さんでしょ。ママの今度のアミーはママにしては長続きするわね。恋をしてるっていうの、それもいいんじゃない。私たちはよそうね。帰ってきて。お前ら許さんでよ。私コマーシャルって大好きなんです。いろんな品物を紹介するのって楽しいですよ。撮影は大変だけど、テレビを見てたらパッて出てくるでしょ。人と一緒には照れて見てられないけど、うん、やっぱ大好き。僕らの青春を数字にしたら2101になる。キリンレモン2101。ハウスさかなかな、いきます。さかなかな、さかなかな、違う、どうだ、さかなかな、さかなかな、さかなかな、
ですね。暑いわね。冷やし冷やし中華が食べたい。夏はこれ。おいしくアリンス冷やしんす。ハウス冷やし中華。マダムヤン冷麺もよろしく。今日一つ発見しました。可愛い子は大きな写真にするとますます可愛い。お好きな写真を超大写真に。富士カラーで10万名。大事に飾ります。お正月を写そう。お正月は富士カラーばかりじゃの。はい、お家姫、これは一年中でございます。姫様、明けましておめでとうございます。良い子じゃ。はい、お年玉。姫様、おめでとうございます。まあ、大人気。お正月を写そう、富士カラーで写そう。光も色も未体験ゾーンへ。遥かに美しく、富士カラースーパー HR 登場。今フィルムは頭脳を持った。初めて人前で歌った時、今でもよく覚えてますけど、タイトル通り恥ずかしすぎてでした。今でも歌を歌うのって恥ずかしいし緊張します。でもコンサートはみんなの反応がすぐに返ってくる唯一の場だから大好きです。あなたの街の近くに行ったら会いに来てくださいね。世界中が一つ
南野の部屋へようこそ。早いですね、デビューして3年目。あっという間に過ぎちゃいました。本当無我夢中で一生懸命突っ走ってきた、そんな感じです。で、これから少しの間、今の南野陽子を皆さんに見ていただいて、もっともっと私のことを知ってもらおう、そう思ってます。ある人、何が言いたいの？何の産地の鍵？ないだろう。ケイ、ちょっと待って。ございます。賭けみたいな感じでね、今日ずっと一緒だったんですけど、目の前にそのカメラがね、こっち睨んでるんですよね。もう信じない。もう私は誰を信じてこうね、生きていけばいいの？これが大変チャレンジの袋で、こっちがメルヘンチャレンジの袋ですね。こっちはブートね。え、やだ、ちょっとわかんない。ああ。答え何？何？お疲れ様でした。はい、ね、いつもいつもね、こんなにたくさんのね、はがきとかこう手紙とかね、あとこういうプレゼントなんかね、本当どうもありがとうございます。でね、まあちょっとね、イラストなんかもね、いっぱい来てるんですけどね、ちょっと紹介してみると、こういうね、割とこう丁寧に描かれたこういうのとか、あと何も考えず歯とほくろだけ考えてこういうのとか、あとね、これは女の子が
色紙に凝って帰ってきてくれたりね、ほんとこう朝宮咲ちゃんとかね、いっぱい鉄仮面かぶってエビフライの尻尾、そうこういうのとかねいっぱいあるんですけどね、いつもいつもねほんとすごく嬉しいです。どうもありがとうございます。さてここで何のを喜ばすお便りの書き方とは、そうですね、まず丁寧に書いてあること、あの字が綺麗だとかね、あとは色が使ってあったりとかね、そういうのってすごく読みやすいですね。あとはこういろいろね、ああした方がいいとか、この時はこうだったけどこういう風な方がいいとか、そういう意見のお手紙なんかもすごく大歓迎です。そしてそうですね、だからつまり愛情がこもってる、そういうお便りが一番嬉しいです。本当ね、いっぱいいっぱいいただいて幸せだなって思うんですけど、で一つ一つねこういただいたお便りのこう返事もちゃんと書いてるんですけど、なかなかこう間に合わないんで、ここでちょっと一言言わせてください。本当皆さんどうもありがとうございます。何度もデートしたけど不機嫌な顔は初めて、思ってたよりまだよく知らない20歳になりました。生まれて20年も経ちました。あっという間でした。でもそのあっという間にいろんなことがありました。その一つとしてデビューできたこと、両親や友達の元を離れて一人で東京で生活し、一つ一つのたくさんの作品を作り上げていくという私の選んだ道はとっても不安で心細いものでした。けれどせっかくのチャンス、もしかしたらっていう少しの期待が日に日に胸の中いっぱいに膨らんで、6月23日18歳になった私は初めましてって皆さんに挨拶しました。あれからちょうど2年、たくさんの人に出会うことができました。辛くって悔しくって泣いたこともありました。だけどそういう時、みんなが、あなたが私を見ててくれました。励ましてくれました。ありがとう。そういったことを忘れずに、私は心のアルバムの中に残しながらこれからも頑張っていこうと思います。これからもずっとずっとよろしくお願いします。素敵な20年だったね。ハッピーバースデーなの。これからももっともっと素敵な日々でありますよ。あなたもお祝いしてくれるかな。